ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。あとはあの回転かける感覚じゃない人、これ使ってみてほしい。あ、後ろからこう食べよう、これ練習。うわ、回転は回転いいし、回転だけです。それ練習。皆さん、こんにちは。こんにちは。ワールドラバー牧田グッチーですね。今日は山下選手に来てくれました。お願いします。山下です。よろしくお願いします。今日はですね、あの山下選手にワールドラバーマーケットのすげえ、あの売れ筋のラバーを仕出していただこうと思います。で、超極薄ラバーっていう薄いラバーなんですよね。この前 X で上げられてましたもんね。はい、あのあの打たせていただきました。ウィザードのあのアカウントで上がってる、はい、シダ動画が上がってたんで、はい、それこれですよね。はい、モクシー5超極薄、これです。はい、これを使ってもらったっていうのをちょっとあの拝見しまして、はい、あの今日よかったら動画、シダの動画ちょっと撮れたらなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、ラケットなんですけど、こちらですね、今回こちら木製5超極薄、こちら黒面の方で貼っています。で、こちらラケットはアンドラさんのティンバー5オフですね。5枚合板のラケットですね。はい、まあ、これで、はい、まあ、感覚とか覚えやすかったりするので、初心者系の人に感覚系ボールタッチを覚えるとか、さあの レシーブを覚えるとか、そういう感じに結構適してるんですけど、よかったら使ってみてください。わかりました。まずは今度、おお、落ちましたね。なんかスサーってした。裏ソフトの圧と表ソフトの間みたいな感じですね。打感高いですか。そうですね。でも落ちない。思ってみたいに落ちない。これ。くっついてんな。くっついてんな。
だ今の独特ですねこれ何だったんだ今の一人時間差みたいなやつ何かやべ、サイドスピン続き系直中エリアス全部やつですかフォア前でした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 うわ、すっげえなこれ、レシーブできない人でも時間を持ってそうですねいきますねはい、そうですねはい、回転全部無視なんでこれありがとうございますありがとうございますみたいな感じなんでやばいですね、確かにそうですね確かにそう適当に打っても入るそのサーブの影響を受けあの返しやすいんですよね、なんかそうですね飛びすぎないし飛ばしすがいる横回転これの悪いところが何使ってないああいいですね、みんなうわやばいやばいおぉ気持ち切れるレシーブできない人とかこれめちゃくちゃいいんじゃないですか、うん、そうですね、確かにそうですレシーブがいい分からなくてもこれでいいんですうんもしよかったらチキータでいきましょうあチキータで現代もしチキータだったフォア前にフォア前にチキータいきましょうもうやりやすいですからねめちゃくちゃやりやすいですこれはね ありがとうございますうえあこれもまあできるんですけどああはい、うん、そうですねあとは後ろあの回転かける感覚がない人、うんうん、これ使ってみてほしいですあ後ろからこう、うん、こういう練習うわっ回転やばっ回転いいし回転かけるんですよそれそれ練習、うん、みたいなあもうこれ擦らないと飛ばないんで、うん、ここからだったら確かにそれは、ね、当てたら確かに痛みたい顎痛みたいになっちゃうじゃあ分かるってことですね分かりますミスしたら、はい、ちゃんとかけれてないよあ、そうバックの感覚そうですね安定してバックできないよみたいなそう、感覚の練習これめっちゃいいっすこういうそれ粘るってことですそう引っ掛ける練習うんいいんじゃないですかサーブも一緒じゃないですか、ね、はい、サーブもめっちゃいいと思いますこれ、はい、コスってかけれない人は、うん、このラバー使えないんで全部楽になっちゃうんですそうですねこれかけるためにはほんまに薄くこする感覚うんめちゃくちゃいい練習になります薄すぎて飛んでないから飛ばないよ弱いエグいね、しっかりうん、やばいっすこうかければやばいっすめっちゃかっこいいっすね練習、うん中学生とか、うん、めっちゃいいんじゃないですかね。ありがとうございます。似合う。あ、でも俺でもあブロックできます。うわあ、ちょっとブロック難しかったですね。こう、うん、こう当てちゃうと、うん、難反発しちゃう、うん。そう、それなんですよね。落ちちゃってするんですよね。これだけだ。うん伸ばすことはできます伸びてくんな結構伸ばす練習にもこれ持ってこいですやばっうわーっダメ伸びてくる前提で待ってるよ普通のボールナックルだったりするから全部ナックルナックルと伸びてくるのそれただ取りづらすぎ全部ナックルなんですよ取りづらすぎうざいなって感じになるっすねこっちはそれだったらあーなるほどそういういろんな捉え方みたいな勝手に向きないこれもめっちゃいい感覚練習ですねあいろんなタッチ覚えれるんですかねそうですね覚えなくて分かるんですけど、ナックルだって分かるけどあ落ちるなすごいNever! Never! Never! Never!
ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、打った感じは。これは、はい、どうでした。回転全部無視できるし、でレシーブはもうぶち切れの突きができるんで、マジで計算してない。卓球が簡単に感じるラバーなので、もし僕がクラブチーム作るってなったら、初心者のみんなはこれから使わせたいですね。感覚作れるんで、絶対1年後にはこうバックカーンって振れるようになってるかなと思うんで、こういうラバーを使わせたいです、うん、そう思えるぐらいのラバーでした。いやでもなんかさすがでしたね。なんかいろんなかすぐに打ってその感覚が分かるのがすごい。いやいやいやこれは、うん、固定概念を消してほしい。そうですね、はい、これ面白い、はい、ぜひ岩田君さん感覚覚えまだマスターしてない方はぜひこのラバー試してみてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。